皆さん、こんにちは。STM32 マイコン体験実習セキュリティ編パート5です。パート5では STM32CubeMX 初期化コード生成ツールでトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトの作成を体験し、またトラストゾーンの無効化の仕方を習得します。今まではある程度準備されたファームウェアプロジェクトを元に作業していました。 演習後では、STM32CubeMX を使って何もないところからトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトを作ります。また、IAR-EWARM のトラストゾーン関連の設定オプションも学習します。このスライドは、これから作成するファームウェアの仕様をまとめています。 緑色の LED1 用のピン PC7 とタイマー1をセキュア空間で使います。タイマー1の割り込みがセキュア空間の割り込みベクターテーブルに入るようにします。タイマー1の割り込みを利用して LED1 ピンの出力を500ミリ秒周期でトグルします。青色の LED2 ピン PB7 と タイマー2をノーマル空間で使います。タイマー2の割り込みがノーマル空間の割り込みベクターテーブルに入るようにします。タイマー2の割り込みを利用して LED2 ピンの出力を1秒周期でトグルします。予備で赤色の LED3、PA7 をセキュア空間で使います。 STM32CubeMX は初期化コードだけ生成するので、LED を点滅する処理をこれから追加していきます。このディレクトリにあるワークスペースファイルを EWARM で開きます。演習後を始めます。このディレクトリにある project.eww を EWARM で開きます。2つのソースファイルと1つのヘッダーファイルにプログラムコードを追加します。ノーマルファームウェアの main.c にはタイマー2の開始、タイマー2の割り込みコールバック関数の実装、セキュア空間にあるタイマー1を開始するセキュア呼び出し、 トラストゾーンイリーガル割り込みを意図的に発生するテストコードを追加します。セキュアファームウェアのメイン .c にはタイマー1を開始するセキュア呼び出し関数の実装、タイマー1割り込みコールバック関数の実装、トラストゾーンイリーガルアクセス割り込みコールバック関数の実装を追加します。 セキュア呼び出しヘッダーファイルにタイマー1を開始するセキュア呼び出し関数のインターフェース宣言を追加します。ノーマルファームウェアの main.c の93行目付近に右側の1行を追加します。これはタイマーハルドライバーの API で、これでタイマー2が開始し、 1>, 1ミリ秒前にタイマー割り込みが入るようになります。ノーマルファームウェアの224行目から233行目付近に右側のタイマーに割り込みコールバック関数の実装を追加します。タイマーに割り込みは1ミリ秒前に発生するので割り込みコールバックで1000回カウントすると1秒になります。 h a l g p i o トグルピン関数で LED2 のピン出力をトグルして LED2 を点滅します。ノーマルファームウェアのメインドット C の94行目付近に右側の1行を追加します。これはセキュア空間で動作するタイマー1を開始するためのセキュア呼び出しです。 セキュア呼び出して実行する関数は、後ほどセキュアファームウェアの main.c に実装を追加します。ノーマルファームウェアの main.c の99行目に、スライド右側のようにテストコードをコメントアウトした状態で追加します。演習後が一通り終わった後で、不正アクセスを試すときにコメントを外してノーマルファームウェアをビルドしてください。 セキュアファームウェアのメイン c に2つの関数の実装を追加します。1つ目がタイマー1を開始するセキュア呼び出し関数の実装です。2つ目がタイマー1割り込みコールバック関数の実装です。タイマー1は1ミリ秒ごとに割り込みが発生するので、タイマー1割り込みコールバック関数も1ミリ秒ごとに呼び出されます。 500回呼び出されるとちょうど500ミリ秒なので、その時点で LED1P の出力をトグルします。セキュアファームウェアのメイン .c のコード編集を続けます。330行目にトラストゾーンイリーガルアクセス割り込みのコールバック関数の実装を追加します。 トラストゾーンコントローラーが不正なアクセスを検知すると割り込みが発生してこのコールバック関数が呼び出されます。不正アクセスを検知したことをわかりやすくするため赤色の LED3 を点灯して無限ループで止まるようにします。セキュアファームウェアの main.c の編集は以上で終了です。 セキュア NSC リブディレクトリにあるセキュア NSC.h ヘッダーファイルの41行目付近にスライド右側のような関数宣言を追加します。これは先ほどセキュアファームウェアの main.c に追加したセキュア呼び出し関数のインターフェース宣言になります。警告を抑制するため、 EWARM の IDE オプションとデバッカーオプションを調整します。Tools メニューの Options を選択します。IDE Options ウィンドウが表示されたら、左メニューの Stack を選択します。Stack オプション設定画面の上から3番目。 スタックポインターノットバリットアンティルプログラムリーチズのチェックを外します。次に、プロジェクトメニューのオプションズを選択します。デバッカーカテゴリーのセットアップタブを選んで、ラン n t オプションのチェックを外します。 トラストゾーン対応ファームウェアのキープロジェクトオプションを3つ学習します。1つ目はトラストゾーン対応ファームウェアのビルドに必要なオプションです。2つ目はセキュアファームウェアと一緒にノーマルファームウェアもダウンロードするオプションです。3つ目はベクターテーブルの警告をケアするオプションです。セキュアファームウェアとノーマルファームウェアは それぞれ固有のベクターテーブルがあり EWARM はベクターテーブルが2つ以上あると警告を出すためオプションで手当てします。セキュアファームウェアプロジェクトを選んで右クリックでポップアップを表示します。ポップアップの一番上にあるオプションズを選択します。 ジェネラルオプションカテゴリーのターゲットタブを選びます。トラストゾーン対応ファームウェアでは、トラストゾーンチェックボックスにチェックを入れて、セキュアファームウェアの場合は、モードをセキュアに設定します。ノーマルファームウェアの場合は、モードをノンセキュアに設定します。STM32 CubeMX で生成したトラストゾーン対応プロジェクトでは、すでに設定済みになっているので、何もしなくて大丈夫です。次に、デバッカーカテゴリーの イメージズタブを選択しますダウンロードエクストライメージにチェックを入れます。パステキストフィールドにノーマルファームウェアのドットアウトファイルの所在を入力します。オフセットを0にします。デバッグインフォオンリーのチェックを外します。 最後にデバッカーカテゴリーのエクストラオプションズを選択します。ユーズコマンドラインオプションズにチェックを入れます。コマンドラインオプションズテキストフィールドにこのオプションを記入します。以上でオプションの調整は終了です。セキュアファームウェアとノンセキュアファームウェアの 両方を一度にビルドするバッチビルドを準備しますプロジェクトメニューからバッチビルドを選択しますバッチビルド設定のポップアップが表示されたら New をクリックしますバッチビルドの編集ポップアップに切り替わったらまずこれから作るバッチビルドの名前を入力します 使用可能な構成の中からセキュアファームウェアプロジェクトを選択します。最後に右矢印マークをクリックします。使用可能な構成に残っているノーマルファームウェアプロジェクトを選択します。選択したら右矢印マークをクリックします。 ビルドする構成の箇所に上からセキュアファームウェア、ノーマルファームウェアの順に並んでいれば、設定は問題ありません。OK をクリックします。作成したバッチビルドでセキュアファームウェアとノーマルファームウェアをビルドして、ダウンロードしてデバッグを実行します。正しくプログラムコードが追加できていれば、 LED1 と LED2 が異なる周期で点滅します。余力があればノーマルファームウェアのメイン C の100行目付近にコメントアウトしたタイマー1への不正アクセス操作を有効にしてファームウェアをビルドして実行してみてください。以上で演習後は終了です。演習6に移ります。 演習6でトラストゾーンの無効化を体験します。トラストゾーンを無効にするには、オプションビットの TZEN を0にする必要がありますが、簡単に0にできないようになっています。ニュークレオ基板を使って TZEN オプションビットを0にする操作を体験します。演習6を始める前に、基板のオンボード ST リンクのマスストレージ機能を無効にしておく必要があります。 まだ無効にしていない場合は、STM32 マイコン体験実習セキュリティ編パート2トラストゾーン機能の使用に向けた準備を主張して、必要な操作を施してマスストレージ機能を無効にしてください。1にセットした TZEN オプションビットを0にリセットするには、RDP のレベルを1から0にします。今の状態では、 Tzen が1で RDP レベルが0になっています。まず RDP レベルを1にします。その後で RDP レベルを1から0にする操作と Tzen を0にする操作を同時に実行します。RDP レベルを1から0にした瞬間に内部フラッシュメモリの内容は全て消去されます。 t z e のオプションビットを0にする操作を始める前に準備をします。まず RDP のレベルが0になっているか確認してください。これらのオプションバイトがこの設定になっているか確認してください。基板の CN1USB ポートに USB ケーブルが装着されていて PC と接続されているか確認してください。この TRUST Zone 対応サンプルファームウェアを基板に書き込んでください。 LED が点滅していれば問題なく動作しています。マイコン起動時にセキュアファームウェアで動作して、その後ノーマルファームウェアで動作し続けるファームウェアが書き込まれていないと、RDP のレベルを1にした後、JTAG が繋がらなくなってしまうため、このトラストゾーン対応サンプルファームウェアをあらかじめ基板に書き込んでおきます。ここまでできたら、STM32 Cube プログラマーを起動します。トラストゾーンを無効にする手順を、 動画でデモします。 Thank you パート5では STM32CubeMX によるトラストゾーン対応ファームウェアプロジェクトの作成を体験し、トラストゾーンの無効化の仕方を習得しました。パート5は以上で終了です。ご視聴いただきましてありがとうございました。